平野紫耀との、匂わせ、騒動の真相に迫る。振付師の告白にファン騒然ナンバー、愛の新曲、ゴートの振付を手掛け、平野紫耀とのダンスコラボ動画が好評を博した振付師で、ダンサーの RIEHATA さんが、SNS 上で、匂わせ、疑惑に巻き込まれています。この状況について、彼女が一部の疑念に対して、完全否定のコメントを発表しました。しかし、これにより、新たな問いか、怪我生まれ、 ファンコミュニティとイベントの社会的影響が浮かび上がっています。振付の才能を持つ RIEHATA さんは、ナンバー、愛のメンバーである平野史洋さんや神宮寺裕太さん、岸裕太さんとの協力関係が以前から存在しており、そのダンスコラボ動画は多くのファンに好意的に受け入れられました。しかし、お揃いの衣装や楽曲のテーマから来る、匂わせの疑いが一部で広がりました。 この点に対し、RIEHATA さんは家族について触れながらご安心くださいとファンに呼びかけました。彼女のコメントには多くの謝罪の言葉が寄せられましたが、ファンの一部からはこの状況に冷静になるよう促す声も上がっています。一方で、匂わせに対する批判者がごくわずかであることから、平野さんの世界的な活動を支えるファンたちが新たなコメントで自制を促す姿勢を見せています。 有名人の周りでは、時折、匂わせの声が上がることは珍しくありません。しかし、この状況で考えるべきなのは、その匂わせで得するのは誰なのかという視点です。平野さんが新たな一歩を踏み出そうとしている時期に、振付師として知名度のある RIEHATA さんとの関係が、匂わせとして受け取られることは、どちらにもメリットがないと言えるでしょう。人々は疑念を抱いた際、 それが事実であるかどうかに関わらず、隠された真実だと信じがちです。この傾向は陰謀論の信者にも見られるものであり、一度思い込んだ疑惑を手放すことは難しいものです。したがって、ファンや関係者が状況を冷静に判断することが重要です。このような状況で、匂わせという言葉が飛び交う中、批判的な意見も見られます。 しかし、それを考える際には、シングルマザーとして世界で活躍する一方で、夢に向かって努力し続ける平野さんと r i h a t a さんのキャリアに敬意を払うべきです。批判はアンチや嫉妬心から生まれるものであり、真のファンはお互いの信念を理解し、合うべきです。我々は、この騒動が終わりを迎えたとしても、アートの力が広がり続け、新しい形を見つけ出すことでしょう。アーティストとファン。 そして振付師とのコラボが生まれるたびに新たな物語が誕生するのです。感受性豊かな心で未知の扉を開いていく時が来たのかもしれません。最後に疑惑に困惑するファンや関係者に向けて冷静に状況を見つめ直し情報を確認する重要性を呼びかけます。感情に流される前に冷静に考え憶測や誤解から生まれる悲しい思いを避けるために信頼できる情報源に頼ることが大切です。